中島の戦いは、協力4年3月10日から同年5月後半までの、摂津中島、天皇寺周辺で行われた戦い。別名、天皇寺の戦いとも呼ばれており、その後の大物崩れに繋がってゆく。桂ツ河原の戦いで敗れた、細川高久には、その後の朝廷工作も失敗し、放浪して、援軍を模索していたが、備前三井城主 浦上村宗の挙兵を取り付けた。浦上村宗は、張リ統一を望んでおり、高国の力を借りて、成し遂げようとしたという。協力3年6月29日、張リ小沢城へ進出していた、柳本賢治を就寝中に資格によって暗殺した。実行犯は、中村助三郎で、高国と内藤国貞より感情が送られている。 豊地上より富士城の戦いも参照その後は別所修士に要された。高国と村宗は、を、同年7月27日までに攻略し、張馬統一を成し遂げた。足場が固まった、細川、浦上連合軍は、細川春元が要する境久保を攻め落とすべく、張馬を出国、同年8月27日に、摂津に入国真珠地上に布陣した。 これに対して春元は、伊丹城、富松城に増援を派遣したが9月21日に、富松城が落城し、増援に出向いていた、薬師寺国森は大物城に逃走したが、11月6日には大物城も降伏した。これは、薬師寺国森が広告軍の進撃を見て寝返ったことに起因するが、堺久望に、出資として差し出していた7歳の子は、翌年3月に視殺された。 足利義春像この情勢を見てた角には内藤彦七に命じ将軍地蔵山城を築いた。京都の人々はこれに驚いたという。また、これに即応し、大見共生寺に逃れていた十二大将軍、足利義春も翌協六四年二月十七日に坂本に進出し、京都の近距離に移動した。池田城の復興国を通り二月末には、伊富城が会場、 3月6日には、将軍地蔵山城から出撃してきた内藤彦七らによって、摂津の要所であった池田城を落城させた。池田城の発掘調査ではこの時の小土層が発見され、かなりの大火であったことが確認されている。京都を警備していた木沢長政は、この敗戦に驚き、翌日の3月7日に逃走をした。将軍地蔵山城兵が、 落中に進軍し、高国は京都奪還を成し得たのである。細川、浦上連合軍は8月27日新珠寺城に着陣してから翌年3月6日の約6ヶ月間での4つの城を落城させた。京都を奪回し、池田城を落城させた細川、浦上連合軍は最終目標である、坂井久保及び細川春元を倒すべく軍を進め、 3月10日、本陣は南節周辺に、先方は住吉の勝間に陣を引いた。劣勢に立っていた春元は、三吉元町を投入することになる。野田城の関姫吉元町は、柳本賢治と折り合いが悪く、協力2年8月10日に、騒ぎが大きくなる前に、阿波へ帰国してしまった。しかしその賢治は亡き者になり、 かつて高国によって祖父三好の長を殺されたこと、主君春元が苦戦している状況を見捨てられなかったのか、要請に応じて協力4年2月21日に、堺に到着、3月10日に、住吉の勝間に婦人してきた先方軍80兵ほどを打ち取り、細川軍は天皇寺まで一旦兵を引いた。細川、浦上連合軍はすぐさま人権し、細川軍は、 中島の裏へ、浦上軍は、野田城、福島城に陣を引いた。この野田城、福島城は、後の野田城、福島城の戦いの時に、織田信長が落とせなかった城で要所として知られている。この領城は、近隣にある富松城のような2箇所1城で、文献上の所見はこの時に、浦上村宗が築城したと思われている。元町の要請を受けて3月25日、 春元のいとこの阿波守護細川持高が、援軍8000兵を送り、堺に到着した。元町はその援軍を春元及び、堺久保を、足利義常の防備軍として、堺久保に置き、自身は天皇寺に退陣した。この時の兵力を、細川領域では、細川、浦上連合軍は2万兵、対する三好軍は、総勢1万5000兵であったが、 堺井久保の防備軍が8000兵であったため手勢は約7000兵であったと思われる。それまでは目立った戦闘はなかったが5月13日に元長が動いた。沢の口、織尾の周辺に元長が馬回りを率いて進出。細川清志県率いる別動隊が月島へ、三好和秀が阿波の精鋭を率いて、阿弥子、勝田、堀にそれぞれ取り出を築上した。 両軍は、安倍野の,の森を挟んで、野軍を五月後半まで、毎日のように繰り返したが、決定的な勝敗はつかず、こ着状態になりつつあった。現在の新樹地元城が、前線に出てくることによって、春元軍は引き締まったが、それでも両軍は決定打にかけ、長期戦の様相が漂い始めたが、六月二日、赤松正助が高国のご詰めの軍として、新樹地上へ着任してから、 状況は変化した。赤松正助は高国を裏切って背後から攻撃し、大物崩れにつながり細川、浦上連合軍は瓦解することになった。ありがとうございます。